ホーステるル滝はカリフォルニア州のヨセミテ国立公園にある冬季から初春にかけてのみ流れる滝で巨大な花崗岩の一枚岩で知られるエルキャピタンの東表から流れ落ちる。水の流れる2月には気象条件が良ければ夕日によって照らされた滝がオレンジや赤で輝く。この自然現象は近くの展望地。 グレーシャーポイントで以前に行われていた灼熱した石炭柄を落とした行事にちなみ、しばしばファイアホールと呼ばれている。滝は2本に分かれており、東側がより大きいが、年によっては両方とも小さいこともある。落差はそれぞれ東側470メートル、西側480メートルあり、寄せ見てで最も高い位置から落ちる。水はその後合わさり、 旧内輪の面を150メートルほど下る。それらも合わせた滝の高さは620メートルから630メートルに及ぶ。赤く輝くファイアフォールは2月21日前後の日没という限られた時間に撮影されたガレノスラウェルの写真によって著名なものとなった。エルキャピタン東方のヨセミテ渓谷から伸びる北側道路上の近くの空き地が 格好の撮影場所となっている。ありがとうございます。